愛をささやき合うには近すぎる。君のことが好きだ。もうすぐ新しい家族に会える。新しく兄弟になる人たちに。チー、オスどもにはくれぐれも用心するんだぞ。何しろ13人もいるんだからな。トラ、引っ越しが決まってからそればっかりなんだから。でも来ちゃってる。すいません、あの。いや、荷物は部屋に運んでもらったよ。あ、はい。僕は長男の正臣、こっちは末っ子の渡る。お姉ちゃん、こんにちは。こんにちは。あ、今日からよろしくお願いし。あれ、チー、チー。あ、あの声は、チー。はじめましての牛だよ。お、あたりはじめまして、私は右京、弁護士をしています。うん、よろしく。やっと会えたね、妹ちゃん。ありがたい説法が聞きたくなったらいつでもお兄さんのところへおいで。この部屋寒いですか？あ、いえ、大丈夫です。むしろ暑苦しいくらいだよね。こんなに集まっちゃって。髪の毛綺麗。風邪治ったら僕にアレンジさせて。起こしちゃった？あ、いえ。それみんなからの差し入れだよ。ありがとうございます、かなめさん。お兄ちゃんでいいよ。お兄ちゃん。いいねいいね、もう一回。お兄ちゃん。うん、眠れそう？あ、はい、多分。お兄ちゃんが添い寝してあげようか。じゃあ、おやすみ。はお手洗いってことはあそこだね。あ、ん、お前大丈夫なのか？はい、すみません。悪い。いえ。俺どうしてもお前に伝えたいことがあるんだ。なんだ？俺たちってずっと一緒だったじゃん。そうだね。でも最近心臓がバクバクして落ち着かなくて、お前が他のやつと仲良くしてたりするとイライラするし。え？俺、お前が好きだ。俺のものになってくれ。いいのいいの、俺ら相思相愛だしね、あずさ。もう、なんでだよ。なんであいつが兄弟に。おめえのことが好きだ。誰かの女？いえ。どうやって侵入したか知らないけど、こんなことしてただで済むと思ってるの？その、私は先日この家にやってきた。ああ、
どうしました？気分でも悪いのか？じいちゃん。そうだ、俺さ、君に食べさせてもらったら超嬉しいかも。ね、してして。それとも食べさせてあげた方がいい？はい。あんして。まあ俺も同じ病気なんだけどね。できることなら俺はこの病気にずっとかかっていたいな。ごめん。フート君？大声で名前呼ぶんじゃないよバカ女。罰としていろいろしてもらうから、あんたの部屋でね。あなたのことが好きよ。え、フート君から？あの昭和アイドルか。年末特番の収録が押して今日は泊まりになった。時間ができたらまた一緒に映画見ようね、かわいいお姉さん。今度は電話だ。誰だ？もしもし。もしもし、妹ちゃん。あ、かなめさん。破壊坊主か。今日は妹ちゃんと一緒に夕食食べようと思ってたのに、檀家さんと食事しなくちゃいけなくなっちゃって。そうですか、わかりました。冷たくない？本当は君にあーんってしてほしい。この生臭坊主が寺に引っ込んでる。ずいぶん早く来てたんだな。待ったか？あ、いえ。やだ、あの人かっこよくない？でも彼女と待ち合わせみたい。え、カップルだと思われてる？顔が赤いぞ、熱でもあるのか？あ、いえ、大丈夫です。そっか、じゃあ当日は何もしてやれないから、その代わりだ。でも予定のないかわいそうな妹に、予定のないかわいそうな兄からだ。メリークリスマス。サンキュー、あずさ。僕、最高の芝居をするから。当たり前だ。中途半端な芝居だったら俺が許さない。じゃあ、指切りな。ほら、すぐマネージャーに電話しろ。ごめん。でもさ、落ち込んでる男の子が立ち直るには可愛い女の子のキスが一番必要なんだ。ところでさ、さっきから気になってたんだけど、このマフラーってメンズじゃね？しかもさ、デザイン割と俺好みだし、なんかムカつくんだよな。お前が好きだ、お前が好きだ。じゃあこれ。赤いチューリップの花言葉は愛の告白。チー、これを誰にもらった？こうです。ここを押さえて、包丁はこうですね。コツさえつかめばなんてことありません。お姉ちゃんのことが大好き。あんたの顔を上から見られる。逃げるなら今だよ。そう、逃げないんだ。じゃあ僕の好きにしちゃうからね。楽しみにしてて。今度俺のこともモデルにしてよ。君と二人きりなら俺一肌脱いでもいいよ。
俺は謝らないよ。だってあれはその場の勢いとか気まぐれなんかじゃない。俺は真剣なんだ。それを証明する。